種子島観光協会の長野です。私は今種子島最北端の岸ヶ崎灯台に来ています。こちらが岸ヶ崎灯台です。そしてまたこの岸ヶ崎灯台には灯台跡が残されています。この灯台跡は戦時中旧日本軍がここ岸ヶ崎灯台に監視所を設けていたため、この灯台が建てられておりまして、現在も灯台跡として残されています。そしてまたこの岸ヶ崎灯台から見る景色ですが、ご覧のように一面に青い空と青い海を見ることができます。天気がいい日にはここから大隅半島も見えます。大隅半島の内の浦ロケット観測所からロケットの打ち上げが見えたり、また本土の最南端高岬からここ岸ヶ崎灯台までのこの間の海峡は大隅海峡と呼ばれ、国際海峡に指定されています。そのためここからは石油タンカーや大型貨物船なども見ることができます。皆さんぜひお越しください。